お盆の期間中に県内で発生した車のトラブルによるロードサービス件数が去年よりも増加したことが分かりました JAF 日本自動車連盟によりますと今月11日から16日までのお盆期間中に県内では去年より29件多い454件のロードサービスの出動がありました。 主な内容としてはバッテリー上がりが最も多く129件ついでパンクなどタイヤ関係のトラブルが102件脱輪や乗り上げが48件などとなっていますジャフによりますと今年は新型コロナが5類に移行して初めて迎えたお盆で車での移動が増えたためロードサービスの出動も増えたと分析しています JAF は運転前の車の点検で状態を把握するよう呼びかけています。